アピア広報兼プロスタッフの佐々木俊です。今回ですね、アングラーズアンサーという新しい番組をスタートすることになりました。はい、ということで俊くんは新しくアピアに候補として入ってきてくれて、今回新しいアングラーズアンサーという番組をやることになりました。自分が普段シーバースタントということで、俊くんには今後ロックフィッシュとライトゲームを中心とした番組をこのチャンネルでやっていこうと思っております。ここはどこですか？鹿児島に。鹿児島来てます。今回のターゲットは？今回のターゲットはハタ類、グルーパーゲームですね。オーモンハタ、キジハタなど狙ってみたいと思います。うん、ちなみに目標とかあったり？大門旗をとりあえず釣りたいなと。まあ、小さいのは釣ったことあるんですけど、40センチ超えるようなの釣ったことないので、目標は50センチ超えればいいかなと思います。わかりました、はい、じゃあそれで第1回目やっていきましょう。お願いします、はい、お願いします。どういうセットですか？それはリフテキの 35g に4インチのグラブをつけて、遠投してスイミング主体で探ってみます。ブルートのブルチェイサー、旗用のスピニングで、まあ、軽くキャストしてもだいぶ飛距離のベルドってなんで、広範囲探ってみましょう。今キャストしたところで 4,5 メーターくらい手前は浅いんで回収します。浅いボトム取ってスイミング。あ、でもなんか食ったね。結構ボトム付近だった。早速反応が。サイズは小さそうだったけど。今だいぶ潮も引いてて、もう少しで干潮になるからだけど、これで潮上がってきたらこの辺の石も全部隠れて、ポイント的には広がると思うんだけど。引き続き。ちょっとシンカーを35から 28g まで落としました。距離はそんな変わんないです。思ったよりも浅いんで、 35g だとすぐにボトムついて根がかかっちゃうんで。着水点の位置ではまあまあ水深はあるんですか？3、4メートルくらいかな。当たった今。小さいに当たる魚が。いや、なんかやられてる。フグだね。で、スパーンと聞こえてる。フグ避けるのに有効な手段は？フグを避けるのに有効な手段は地味な色を使う。視覚を頼りにフグがアタックしてくるんで、ちょっと地味めな色使うとフグに食われにくくなる。このワームの色、ピンテールにして金黒、まあ、キビナゴもこのぐらいのサイズだったからサイズ感も合わせていって、ちょっとリアクション気味に今度はアクションさせて、流れが速いからボトムついててもこうラインが流されてボトムについてるの気づくの遅くなった。じゃあちょっと移動してきました。ゴロタの浜なんですけど、ちょっと遠投かけて沖のブレイク狙ってみたいと思います。手前から一気に上がる感じかな。よし、来た。ここで入るか。まあ入った時は焦らずに待ちましょう。いずれ動くんで、ほら、抜けた。お、エソだ。ほら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 。ごめんね、多分見てる人たちからしたら下道だろうけど、初魚種だから嬉しいよ。素直に。すごい口だねこれ。口。ありがとう。鹿児島初魚種はエソ。
2日目というか本番の日です。昨日ちょっと早めに入れたんで下見がてら少し釣りしてみて、何回かバイトあったんですけど正体はエソ。でも昨日ちょっと見れてベイトの入り具合とかも見れたんで、今日はちょっと大場所っぽいところ、分かりやすいところからスタートして魚の反応を見たいと思います。なんかめっちゃ怪しくない？あれハートでなんか貝殻落ちてるけど、こういうこと？なんかカップルで入りそうなところだね。隣に誰もいないよ。行きましょうか。じゃあ朝一張り出してる岬の先端です。朝なんでスイミングで狙っていきます。ジグヘッド 30g に4インチのシャットテールでキャストしてスイミングして広く探っていきます。まずはスイミングで広くサーチします。今使ってるロットはグランデージブルートのブルチェイサー961、旗用のロットなんで多少大型来ても大丈夫なくらいのパワー持ってますね。先端の方がちょっと反応なかったんで、今度ワンドの内側狙ってみます。水深はそんなに深くないんですよね。深いとこでも多分7、8メートルくらい、まあ、流れが左から右に流れてて、でその岬にぶつかってここで反転流が起きてるんで、ここにベイト溜まってると思うんですよね。浅いじゃば巻くのが鉄板だ。朝一というか、まあ、大物旗系は巻くのが基本かな。あんまりこう他のロックフィッシュ、まあ、アイナメとかそういうのと比べてどっちかというと回遊しているベイトフィッシュについているやつが多い。だから必然的に巻きの方が多くなる。キジ旗、赤旗はちょっとボトム寄り、一番ボトム寄りなのは赤旗で、キジ旗はベイト入れば浮くし、ベイトが入らない時はキジ旗も浮かないし。いや、いい感じじゃないですか。はい、移動してきました。次もね、張り出してる岬の先端に来ました。使うのは 30g のジグヘッドに4インチのシャットテール。これでまずは、まあ、遠投してスイミングで広範囲に下がっていきます。ここも今正面に向かって綺麗に潮目入ってるんで、その両サイド狙っていきます。潮目って流れと流れがぶつかってる場所なんで、まあ、ベイトフィッシュが集まりやすくて、それを捕食する魚も集まりやすい場所ですね。まあ、ここも大きい目で見ればワンドとワンドに挟まれた岬になるんで、ベイトフィッシュの回遊も多いと思います。すごいね、ここベイト多いんだけどね、当たらない。ちょっとテキサスに変えてボトム付近狙ってみます。ちょっとだけ立ち位置変えました。ちょっといいバイトあって乗らなかったんで、こっちの、あ、また当たった。なんだろうな、ボールで当たりましたね。おっしゃ、乗った来たよ。さあ、なんだ、ボールでコツンって当たって当たらなくて、ボトム付近に行った時に食いましたね。うん、赤い、あ、キジハタだ。よし、じゃあキジハタいたね。はい、キジハタね。30センチないくらいだけど、でもよく引いてくれるね。テキサスリングで大事なのはちゃんとビーズを入れること。シンカーがね、結び目にぶつかるから結び目が潰れちゃったりとか、そういうことが、ね、起きるんで、ビーズ入れることで収容効果、そういうのにもつながってくるから、ないよりはあった方がいい。ケイムラの入ってるね、ホロケピンテールでリアクションも混ぜながらやっていきます。
ちょっとね、今ジンヘッドからねビフ的に変えました。こっちの方が距離は出るんで、より広範囲で、なんかねちょっと飛距離出した方がね、先から当たりが出やすい。今ちょっとブレイクの外側にいるのか。で今ピンテール系をつけて、まあ、リアクション系のアクションで、まあ、これはどっちかっていうともう生地旗狙い。生地旗ってすごくリアクション好きな魚なんで、おっしゃ、食ったボールで。ちょっと浅い方にいたね。あっちはまだ打ってなかったんだよね。で今潮目が綺麗にそこできてて、ベイトが、まあ、跳ねたの見えたんで、ここに入れてみたらボール中に一撃だったね。スタックしちゃった。まあ、待ってればキジハタだったら出てくるんで。よし出た。待ってれば出てくれるんで。入られたからって無理やり引っ張らない方がいいかな。はい、ちょっとサイズアップ。ジャスト30くらいかな。ほんとちょっとしたサイズアップだけど、狙い変えてこのリングで釣れてくれたからいいかな。一瞬大物ハトに見えた。キジハタだった。でもいいね、リズムがだんだん合ってきてる感じはするね。サイズは相変わらず30前後ですけど、でもだんだんやってることがハマってきてる感じするのかな。いける？よし、バイバイ。よし、あとはサイズアップのみだね。まあでもね、あのサイズがいるってことはね、大きいのどっかにはね絶対いるから探しましょう。惜しくった。リアクション入れたら一発やん。やっぱ生地張った。はい、サイズは相変わらずだけど、ずっとスイミングで狙ってたんだけど、なんかちょっと違うかなと思ってリアクション入れたらね、速攻食ってきました。スイミングとテキサス、これ使い分けですね。いいと。じゃあちょっと先端の方に来ました。ちょうど昨日降りてきたところの真下ですね。とりあえずやってみます。もう寝がかってんもんね、これ。違う魚だ。うわ、かっこ悪い。これいいよ。ああ。うわ、マジ寝がかりだと思った。ん？よかった。でかい。今のはでかい。マジか。どうでしたか。トゥンってなってましたけど。流れがすごく速いんですよ、今。で、シンカーがもうただただ流されて、今のは多分着底する前にバイトしたと思うんですけど、フォールスピードより流されるスピードの方が速い、糸が流される。それでバイトに気づかないんですね。ボトムついたかなと思ったら寝上がってると思って、そしたら竿が動いたんですよ。一筋縄ではいかないですね。でも昨日ね、上から見てる限りでもそこね、だいぶ浅かったんでね、キャストしたら10メートルもないかな、攻めれる範囲。おし、食った。すー、マジか、まだか。無理。あいつ取れんの。ちょっと、え？無理無理無理。青物じゃないと思うな。怖いわ、鹿児島。怖い怖い。
出てきて。サイズはそんなに大きくない。出た。手前がね、根がきついからね。うわ、出ては潜られての繰り返しだね。出てきてくれない。待ち。よし、出たね。もう大丈夫そうな気がするな。お、大物ハトだ。やった。ほら、いたいたいた。ほら、やったじゃん。いたよ、大物ハト。すごい柄やな。ね、やりましたね。やりましたね。いや、長かった、大物ハトにたどり着くまで。嬉しい。はい、では、2日目終了しました。キジハタは30センチくらいまで釣れて、大物ハタもね30センチあるかなしくらいの釣れたんですけど、その間に2発ちょっとでかいのに切られちゃったんで、それだけはちょっと心残りかなって思うんですけど、とりあえず今日はこの辺にして、明日は、まあ、フェリーで新文字から戻るんで北九州の方に移動して、あっちの方やってみようかなっても思ってます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、今回初ロケやけど、まだ俊君のこと知らん人も多いと思うから、まあ、改めて紹介すると、東北を中心にどういう釣りをしてたんかな。東北を中心にロックフィッシュ、アイナメ、ソイ、あとは日本海側のキジハタメインに釣りしてきた。で、結構トーナメントとかでも出てるってのは知ってるけど、どんな感じ。トーナメントもあっちは結構盛んで、ロックフィッシュ、アイナメだったりソイだったりキジハタのトーナメントが結構多くて、まあ、成績もねそれなりそれなりそれなり優勝もしたことあるし。他はどういう釣りが特に好きとか。餌釣りもするし、ライトゲームも得意だしね、アジメバルそういうのも得意だから。なんでロックの釣りにハマったの。もともとバス釣りしてて、バスがすごい好きだったんだけど、ロックはそのバスのテクニックをフルで使える。カウルアーもバームだけじゃなくハードルアーも使って釣れるし、いろんなもので使えるからロックが好きになって、海は広いからその広いところからポイントを見つけ出してそこで釣るっていうのが一番魅力的かな。今回はブルートとか新しく出るレガシーとか担当してもらうことになるんで、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はどこから。関門海峡に来ました。フェリー乗り場からも近くて、比較的キジハタ狙えるっていうことなので、初めての場所なんですけど、やってみようかなと思います。ラストはここでバチッと決めますよ。40分をお願いします。任せてください。誰だと思ってますか。佐々木プロ頼みますよ。昨日ね、何もできずに終わってるからね。バスの技術を兼ねて、今日もお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあ、ポイントに来ました。結構潮の流れ早いんで、最初 30g のジグヘッドにダート系のミノ、これでちょっと、まあ、ワインドとか混ぜながらやってみたいと思います。遊歩道だからね、人が通るの待ってからね。まあそんなに遠くに投げないで、手前から右から左に潮が払い出してて、ここがちょうど反転流になってる。でベイトが集まりやすい場所になってる。そういうところからスタートしていきます。ボトムに着いたらダートさせながら、数回ダートさせたらとポールでボトム取り直して、とりあえずこれで広く探ってみて、それでも食わないようだったらちょっとねタックルをスピニングからベイトに変えて、ちょっとこういう敷石もあるんで、そういうところテキサスで丁寧にやってみたいと思います。これ何のベイトだろうね、小さいの。
食いましたね。でも割と手前、敷石に入るか入らないかのところで食ってきたから、やっぱり手前の敷石ゾーンにいるのかな。ほらね、アームずらされてアクションかけてフォール中にね、ドンって入ったんだけど惜しい。歯型もここについてる。いい感じに食ってるよ、こう。うん、なんで誰でしょう。ちょっとタックル持ち替えます。はい、じゃあ進化を28から 17.5g に軽くしました。大体ね、探った感じで敷石がどの辺から始まるかなっていうのは分かったんで、その敷石が始まりそうなところにキャストして、その辺から手前に探っていきます。このぐらいがいいね、進化。やっぱり沖とかね、ちょっと遠いところの変化探りたいときはスピニングで、手前のね、ちょっとした変化探るのはベイトっていう風に、タックルも使い分けると超過につながりやすいですね。手返しのいいのはベイトタックルだから、近距離の釣りはベイトタックルの方がいいです。さっき当たってきたやつ何だったんだろうな。結構歯型はがっつり入ってたもんね。しかもあのアーム結構硬いアームだから、それでもね、しっかり歯型ついてずれるくらいだから、まあ、ちょっとでも針触れるともう追い食いしてこない。うん、本当に高活性であれば追い食いはしてくるけど、日中なんで普通のリフト&フォールでもなかなか口は使わない。こうアクション加えてちょっと食うきっかけ、リアクション的な要素を入れてあげながら今もアクションしている感じです。これ今ホグ系で、まあ、甲殻類が逃げるようなアクションでやってるんだけど、どっちが反応いいのか。カラーも極端に、さっきピンクだけど今グリパン系、これで反応出るか出ないか。それで反応出なかったらちょっとカラー変えたりしてみて、どっち系のカラーに反応がいいのか見るのも大切。いるところが分かればね、丁寧に丁寧にってできるんだけど、初場所は足で稼ぐ感じ。もう反応がなかったら 2,3 頭でワームの色変えるなり形変えるなりってしていった方がいい。アクションもね、何回かこうリフトしてツンツンっていう感じ、ただリフトしたのに加えてこうピッピッって跳ねて逃げるような感じ、スーピッピッみたいな。来たよ、坊主は逃れたよ。ほい、ガシラ、ガシラちゃん、とりあえず坊主は回避ということで移動します。はい、ではちょっと移動してきました。今度はちょっとロケーションを変えて磯っぽいところに来ました。あ、ここも最初は、まあ、25g のジグヘッドに、まあ、4インチのシャットテールでスイミングで広く探って始めていきたいと思います。よし、来た。よっしゃ、食ったよ。あ、でもサイズは可愛いかな。エソ。やっとバイトしたと思ったんだけど、エソちゃんです。ありがとう。いや、エソに始まりエソに終わるは嫌だな。さっきのね、エソもね、なんかちょっとこう投げてボトム探ってきてたら、ちょっとなんか引っかかりあると、ちょうどその引っかかりのところで食ってきたんで、まあやっぱりそういうところに魚ってくるというね。よっしゃ、ほら食ったよ。これは多分ね、まともなサイズだと思う。ちょっとね、そっち岩張り出してるからね、こっちに移動して、やっぱりね、思ったところにいたね。何回か流してゴロタ見つけてそこに流していって、目に入った。立ち位置変えますね。
出てこないんだ。おおおお出た。よし。ギリ40ないくらいかな、38とかいいんじゃないでしょうか。よし、さらなるサイズアップを目指して時間ギリギリまでキャストは続けたいと思います。お疲れ様でした。アングラーズアンサー、初ロケアングラーの答え合わせということでアングラーズアンサーという名前つけたんですけど、鹿児島に来て自分でね場所を選ぶところから始めて、でまあ限りなく答えには近づいたんだけど、まあ、近づいたんだけど魚が自分が思ってた以上にでかくてもう夏すべなく切られたっていうのがちょっと反省点かな。で2日目のキジハタも、まあ、目標は40センチに設定したんだけどギリギリ足らず30センチ後半で終わってしまったんで、まあ、ちょっと心残りがある人になりましたね。本物ハタ釣りたいっていうのも目標の一つだったんで、それは達成。あとはあのモンスターを取るだけリベンジ決定、今度は仕留めたいと思います。お疲れ様でした。